どうもね、もう梅雨真っ盛り、ね、いやいや本当にね、梅雨ですよ。梅雨でもバイク乗ってっからね。それはね、やっぱ通勤バイカーの人はね、通勤バイカーだから、雨でも風でも、そう、なんか好きになっちゃってね、雨の中乗るの。だから岩城浩一さんがね、雨の日に乗んないやつはね、にわかライダーだって言ってたよいいこと言うね、いや本当そうよ。なるほど、乗ってよ小太郎君も。乗るよ、雨の日。あのゲリラ豪雨の体験もあるけどね。あ、そうだよね、うん、でどこでも降られてんじゃん小太郎君。しかもカッパ着ないで、ね、着ないんだよ、乾くまで走るっていうさ。でも山降りたら乾いちゃってんだから、すごいよ。それはすごかったよね、夏ってすごいな。しかも若かったよ。そうだねだって裸で乗ってたんだから小太郎君転んだら大変だよ。だってパトカーにさ、放送されちゃったんだから、されたね。裸で乗るのはやめなさいっつって、ダメなのね、孝太郎くんね、裸で乗っちゃね。まあね、70年代はたまに見たけどね。車もダメなのかな。いいんじゃないの、別に。車は大丈夫じゃない。車裸で乗ってたら放送されっかな。されないよ。それバイクだってさ、ダメってことはないんじゃないの、別に。いや、ダメだよ。ダメなのか。絶対ダメだよ。え、それストリーキング的にダメってこと。いやいや、だからな、安全な着衣じゃないけど、運転に適した格好じゃないじゃん。それは行動でもやっぱり要求されるんだ。下手したら孝太君だってサンダルでバイク乗ってたら、あの罰金取られるよ。え、でもクールス B 車で乗ってたよ。いや、だからそう、時代がいいってなったらそっか。いや本当に孝太君、あれもうそういうところ突っ込んでくるから。でも今さ、今のライダー見てるとさ、たかだか20年前よりもみんなちゃんとした格好してるよね。いや、すごいびっくりする。俺も、ね、思った。ちょっとだって俺ら、ヘルメットの紐なんか締めたことないじゃん。そう、ないないない。でも、ね、ちょっとした人さ、普通にさ、手袋もしてるしさ。そう、あのなんていうの、ライダー用のね、ウェアとなんだろう、グッズ身につけてるもんね。いや、そうなんですよ。あれ昔じゃ考えられないね。いや、考えられない、考えられない。俺それもね、俺もびっくりしたの。まずグローブつけようなんて発想なかったからね。そうそうそう、逆に今さ、グローブしてない人の方が少ないよね。そうね、えびっくりするよね。でもあんだけしてみて分かったけどさ、してる方が楽だね。全然楽なの。俺もそうなの、小太郎君。俺もね、ここに来て初めて ね、いや本当に、あれグローブしなかったらすごい疲れるよ、やっぱね。そうなんだよ。いや、俺もね、教習所行ってよかったなと思って。いや、グローブね。うん、そうしたらもうグローブなんかどんどん買っちゃってさ、もう楽しくなっちゃって。いいことじゃん。うん、てかもうグローブつけないで乗れないもんね。うん、しかもあれだよ、これ、あの前ずっと乗ってたベスパだって、それこそドリームだって、25年もグローブつけないで乗ってたわけじゃん。はいはいはい。それがさ、一回やりだしたらさ、乗れなくなっちゃったの、もう。わかる。やっぱそういうもんでしょ。特にベスパのね、左はね、グローブあったほうがいい。そうなんだよ、ほんとね。あんなくさ、なんていうの、こう、関節にさ、負担のかかるさ、そう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 、行為をさ、よく素手でやってたなと思って。ギタリストなんか特にダメだよ。いや、ほんとそう思う。ゴタが絶対やっちゃダメだよ。モッズ的にはどうなの、それは。モッズはもうブライト行くときみんな素手だったね。素手だよね。だって、真冬なのにパーカー着てんのに手袋してないんだもんね。いや、おかしいでしょって思ったよ、ほんと。でもそれがね、だから時代変わったよね。変わった、うん、いいことですよ。いいことだね、うん、そうよ、孝太郎君、相談があるんだけどさ、うん、俺ハンターの、あのハンターって長靴のハンターね。はいはいはい。俺さ、孝太郎君さ、うん、教習所行ったじゃん、はあ、でブーツいいのないなかったんですよ、うん、いわゆる教習ブーツ、うん、だからハンターの長靴で受けてたの。うん、なんかあれブーツじゃん、うん、でそのせいかどうか分かんないんだけど、うん、あんまり履いてないのにさ、うん、切れてきちゃったんですよ、ゴムが。ハンター切れるよ。あ、切れるの。切れるよ、余裕で切れるよ。あ、余裕で切れんだ。あのさ、リーダーメンズ履いてんの。メンズ太くない、やぼったくない。いや、やぼったいんだよ。で俺嫌だから、レディースの一番でかいの買ってたの、配線。あ、そうなんだ。その細いの、うん、全然細い。あ、ほんと。でも、ぶっ壊れ、あ、切れてくるよ、ハンター。あ、切れるの、じゃあ普通に切れんのね、それはね。俺は、
バイクのギア上げてたから関係ない関係ない全然何切れてんだよって感じ切れてきたよ。あ何切れてんだよねそういう感じなんだよ、うん、俺もそうなんだよ、うん、でねでもほら雨の日さ俺バイクも乗るから、うん、長靴欲しいんだけど、うん、ハンターにこだわる必要あんのかね。いやいやあのイージスでいいよちょっと待ってで小太郎くんこう板橋でイージスの長靴履いてたら本物だよ。だったらさなんか、うん、ハンターじゃなくてもうちょっとあの安くてさビバじゃないでしょ。でもビバ本物ビバじゃなくてビバ俺はビバでもいいと思うけど、うん、嫌だったらなんかあの池袋のさ、うん、丸井の横のさ、うん、元三菱 UFJ 銀行 のスポーツ屋んじゃん。なんかあるね。あそう言ってんじゃん。あそういうところの方がいいってこと。いいんじゃないかね。でもそれよりやっぱイージスの方がいいのかな。俺はもうナウザーも履かないから、うん、あのハンターとかしていない。あそうかそうか。雨の日はバイク乗んないからね、うんうん、でももし俺が必要とする時が来たらは、うん、迷わずイージスですよ。あやっぱそうか、うん、やっぱ本格的なの行った方がいいかなこれ。いや俺そう思うけどね。うんいやなんか、ね、だってすごい迷っちゃってさ。いやその方がかっこいいよ。本当にかっこいいの買った瞬間にバカにすんだろ。いやしないしないしない俺むしろもう、 もうその今ハンターとか絶対買わないもん。ああ逆にね。あのぶっ壊れやがって。しかも俺汚れ加工とかするやつ買ったらさ、うん、いや変なところが破れてくるよね小太郎くんね。そうだよ所詮そんなもんなんですよ。うんなんかこんな早く破れんのみたいなさ、うん、弱い弱い弱いよね。うんいやだからねちょっとやっぱイージスか。しかもやっぱりでもバイクに乗ってるっていうのも多少関係あるんじゃないの。やっぱ街用なんだからさ。そうだよね。うんちょっとヘビーデューティーだもんねバイク乗るっつったらね、うん、やっぱここはイージスだよ。やっぱイージスかな。うんもう一回ワークマン行くかこれ。汚れも買うんだったらイージス買うな。うん分かったよ。じゃあカッパも買ってくれよイージスで俺買ったよ。買ったの小太郎くん。俺イージスじゃないけど何しゃれてんの。いやいやしゃれてんとかそれ教習所にさ、うん、教習所習ってる時まだ。ああそういうこと、ね、習ってる時に、うん、行く途中に雲行きが怪しかったんですよ。はい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 。それで買ったの。あそれで買ったんだ。うんなるほどね、うん、じゃあずぶ濡れじゃできないもんね。そうでも降ってきたけどね。マジかやだよね。ずぶ濡れ教習結構なんかもう最後の方の見極めとかそんな感じだったんだよね。うわあ厳しいな俺も結構雨降られたな教習の時。そうだって6月だったもんね。そう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 降られるよ。そうで雨の日の制動とか怖くてさ怖いね、うん、怖いね。あのな、ね、急制度の時パッて止まるとこに待ってる教官の目がいいんだよ。そうなんだよほんとねあいつらね目がいいんだよな。でも懐かしいな。もう一回来てな教習所。やだよ。いや俺好きなんだよねやっぱ学校好きかもね俺。じゃあなんかもうピアノでも習えば。いやいやほんとほんとそういう感じで、うん、なんか習った方がいいなと思って。習うの好きなんだよ。だからきっと習うの好きなんだよね多分ね、うん、怒られたいんだよ多分。そう、うん、もう習うの教えるの両方ダメ。あダメなんだ。教えるのギターなんか死んでも教えれない。あそう教本作ったのに、うん、なんでこんなできねえんだよと思っちゃう。あれは別に人がいないからいいよ教本。あまあでも小太郎くんほら名プレイヤーがさ名監督になれるわけじゃないから、うんうん、これできない何のできないの今とかさそっちになっちゃうんだよね。なっちゃう簡単だろうみたいな。俺は結構ほらあの最初から物理の先生になりたかったタイプだからさ。あそっか。うん俺ロックの学園も最後までやり通した男だからさ。そうだね好きなんだよねこう人に教えるのが。あ無理だ。なるほどね。まあ勉強なんかできなかったけど勉強なんか絶対教えないね。あそういうことね、うん、俺もできなかったけどなんか人に教えるの好きなんだよな。ダメ。あそうモッツの歴史とかだって教えるの好きじゃねえだ。うんそうそうそうだからすごい向いてると思うんだよ。だそうだ俺なんかレッドセペリンってどういう日に結成されたんですかって聞かれたらさ、うん、知らねえのかこんなヤードバーズからよってなっちゃうもんねなるほどね知らねえよって話に、うん、まあタイプあるよね、うん、確かにね。うん、そこはやっぱりあると思う。そういえば小太郎君今日さ、うん、ポッドキャストをね、うん、今ほら新曲作ってリハーサルしてたりしてすごい、うん、バタバタじゃないですか、はい、でちょっとデモテープを撮ろうと思ってさ小林君のストロベリースタジオで今喋らせてもらってんだけど、うん、で袋に来る時にバイクで来たのよ、うん、
したらあの炭素を担ぐのは 大川栄作さんだっけ。そうよ。あのさ粗大ゴミ出すんだと思うんだけど、うん、おばさんがさ、うんうん、マットレス背負ってたの。おそれでさ小田君がそこのドン・キホーテあるじゃん池袋のあれ下池袋の方っていうの。ああの熊野町のね。熊野町の、うん、あそこの横をさ、うん、マットレス背負って歩くおばさん見たんだけどシュールだよね。いやそれドン・キホーテで買ったんじゃないの。あそうちょっと待って買って持ち帰るの小田君、うん、いやそうじゃない背負って、うん、あ家が近所でそうすぐ使いたかったんだよ。マジかシュールだ重いよね。大したことないよマジで、うん、すぐ使いたかったんだって。いや昔はそういう人なんとなくいた気がするんだけど。じゃあ昔の人なんだから、まあ、まあもちろんねもちろんねもちろんそうだけど昔の人なんだけどくたびれてるじゃない昔の人は。まあねすごいガッツあんだと思ってさ俺マットレスする時は全部切ったよ。マジでよく頑張って切れたねあんなもん。まあ半分アイゴも切ってるけどね。だってさ金の子みたいなきゃ切れないじゃん。え切れた切れた全然普通の立ちばさみで。あマジで。うん。あ筋さえ落としちゃえば、まあ、そうそうかそうかそうか。でバチバチ切って切んなくてもバーっていける。あそうなんだ。なるほどね、うん、ナイフフィーリング。いやだからちょっとねシュールなもの見たんですよ今日混んでた。どこ道路。道路そうでもない。あそう、うん、ちょっとバイク行こうかな。お前暇でいいな本当に。いや暇じゃないんだよちょっと行かなきゃいけないんだよ。あそうなんだ。うん小太郎君あのイカちゃんからの伝言で、うん、コロナに絶対かからないでくださいって。大丈夫です。あのイカちゃんがダウンしたらしい。イカちゃんはねそういうの弱いんだよ、うん、昔からそういうのって言わない。いやもうなんかねあんまりにも連絡はここのとこないから電話したのよ俺から。うんコロナにかかって寝てたんですよつって。あそうでなんかねやっぱ後遺症が結構厳しくてね。あの歩くと息切れするんだって言うね。うんだからこう座り込んじゃうらしいよ。マジで。うんただね小田君こう言ったんだよイカちゃんが俺に、うん、でもベスパだったら大丈夫だからバンバン乗ってますよつった。なんだそれだから移動はベスパで、うん、息切れしないってことよ。まあ、息切れするって言えば休診飲んだ方がいいよ言ってちゃイカちゃんに言っときね。うん休診どうなの。コウタロウ君は休診何が使ってんの。あ飲んでるよ。あどうコウタロウ君するチョコチョコ。まあいい気もするけどね。 あんまり変わんない。うんまあでもいいんだろうねいやいやだからほら目覚めがいいとかさ酒の抜けがいいとかさ。目覚めも酒の抜けも最近いいもん。ただ休診のおかげではない。そこまで毎日飲んでないから。あそういうことね。毎日飲んでるのはヘパリーゼだからさ。あそうかヘパリーゼか。うんでどういうタイミングで休診飲むの。ライブの後とか。いやちょっと今日はなんか買ったりになってる時に。ああ、うん、体調ね。そうそうすると休診飲むと、うん、血がキュルンって動き出すんですよ。なるほど、うん、でまあ血が一周しちゃう頃には気分も晴れやがみたいな。なるほどね、うん、そっか。まあでもヘパリーゼのねEX だっけかな今腸にもいいやついい成分が入ってんだよね。あるよね。ああなんか薬局で見る EX ってやつ。そう俺普通の買おうと思ったら、うん、お客さんっつって勧められたの EX を。 EX をちょっと高いんだね。ちょっと高いのかな。うん、うん、でそれがやっぱり効きがいいと。どうなんだろうね。でもまあ特に不満を感じてないからね。板橋区出身 M です、うん。ユリゲラさんのメッセージが届きましたと。あの以前に開運のお財布を買ったね。開運ね。うん、お財布を買って店から、うん、ユリゲラさんのメッセージが届きましたと。長いです長いの。ユリさんとはワンチームで7月11日に何か起こるみたいですと。以下のメッセージですね、うん、ハローユリゲラだよ〇〇様こうしてメッセージを送ることができて光栄だよ今世界は様々な負のエネルギーに追われてしまっている。うん、あなたもきっと例外ではないだろう。はいはいはい。ここいいね。私も同じだよユリゲラも不幸なの今。実は少し前から私の中に地球のパワーが弱くなっているという感覚があったんだ。へえ。だからあなたと私は今こそワンチームとなる必要がある。なるほど。強固なスクラムを組まなければならないと感じていた。はいはい。少し時間がかかったけど、うん、その準備がようやく整った。
なるほどね。このメッセージはそのことをより詳しくお知らせしようとお送りしてるんだ。うん、なぜ時間がかかったかというと、ここしばらく私は自分自身にある挑戦を課していたんだ。うん、それはユリゲラーパワーと宇宙エネルギーの融合。うん、実はこれまでも何度か試みたことはあったんだけど、今回初めて宇宙エネルギーを受信するというスターピラミッド球体を、このユリゲラースターパワーブレスレットに使用することで実現したんだ。ブレスレット売るのが。作ったんだ。きっとあなたに今までにない限界突破のエネルギーを感じてもらえるだろうと確信している。うん、宇宙には私たちの想像を超える膨大なエネルギーが充満し、いつも私に様々なものを与えてくれる。なるほど。今思えば私の地球のパワーが弱くなっているという感覚も、うん、偉大なる宇宙からのメッセージだったのかもしれないな。うん、しかもこのユリゲラースターパワーブレスレットには、うん、スターピラミッド球体などとともにあなたのゴールドナンバーから私が導き出したオーラ水晶を連ねている。なるほど。私はこの石をあなた自身を表す証と考え、うん、ユリゲラーパワーをあなたのものとできるような設計を目指したんだ。なるほど。私とあなたのワンチームによって生まれるパワー、そしてユリゲラーパワーと宇宙エネルギーの融合、うん、それが何を起こすのか、その未知なる可能性と進化は、うん、あなたならきっと分かってくれると信じてるよ。なるほど、熱い。そして来たる日本時間7月11日午前11時11分に、うん、私からあなたのユリゲラースターパワーブレスレットに向けて送るパワー、うん、これによりあなたと私のタッグはより強固なものとなり、すごいね、私の存在を今までにないく近くに感じてもらえることだろう。はい、どうか忘れないで、私はどんな時もあなたと共にいるから、ユリゲラなるユリゲラだそうです。お二人もこのブレスレットいかがです？いやステッカーは欲しいです。いや、俺はこれははっきり言って欲しいね。欲しいんだ。欲しいね。やばい、ゴータ君、これファイテンとコラボしたら無敵だね、これ。そうね。うん、巣鴨で売っててほしいよ。これさ、でも、うん、ユリゲラだったらもう50年も前ですよ。そうね。いまだこのこんだけのね、うん、すげえな。しかもやっぱ俺たちユリゲラを知ってるから信じたくなっちゃうもんね。いや、俺は信じてるもん。信じてるんだ。うん、すげえな。じゃあそのユリゲラなんちゃらブレスレットつけてよ。欲しいよ。ただ物見てないからね、そのつけてもいいようなんだったらつけたいけど。小田君、どうつてさ、数珠みたいな感じなんじゃないの？いやいや、多分そうでしょ。そうでしょ。うん、ねえ、嫌いじゃないんだよね。嫌いじゃないんだ。うん、いや、俺苦手なんだよね。嫌いじゃないよ。いや、俺ちょっと苦手だよ、それ。本当？うん。いや、だって俺、こうやって法事に数珠持ってくる人も信用してないもん。ああ、俺も法事に持ってかないな。持ってかないでしょ。うん。ちょっとなんかね、うさんくさいんだよな。ただね、俺も数珠持ってるよ、何個か。マジ？あの、つけるやつね、ブレスレット。はい。それは何？そういうなんかパワーに溢れたもんなの？なんかね、その、うん、悪いことをさ、うん、この数珠が引き受けてくれて、うん、で家帰ってきて、その、うん、石があるんだけどさ、はいはい、別にそこにかけておくと浄化するわけよ、また。お前完全にはめられてんじゃねえかよ、それ。いやいや、そういうのを信じてると、うん、ね、うん、結構気楽なもんよ。なんかこう石頼み、うん、石頼みでさ、うん、俺だけ石あるからみたいなさ。なるほどね。うん、石があるからオッケーだよみたいな。オッケーオッケーみたいな感じ。これ大事だね。一緒じゃねえか、結局。だから欲しいのユリゲラーも。なるほどね。だって俺にとってユリゲラーだったらさ、まあ世代的にヒーローだもんね。大ヒーローでしょ。だってピーター・タウンゼントの次ぐらいに位置してるからね。いや、ほんとほんと。うん。あの、知名度で言ったらピートより上だもんね。上だもんね。うん。リンク開くと一応ユリゲラーとブレスレット見れるけどね。あ、ほんとちょっと開いてみよう。あ、これか。かっこいいじゃん。かっこいいんだ。いいね。あ、これいいじゃん。にくいよ。やばいな、これ。孝太郎君、次してくるな、これ。するね。じゃあ、孝太郎君、なんちゃらスターブレスレットって歌作ってあげるから歌ってよ。いや、それまずいよ。ダメなんだ。これいいね。パワー送信証明書。証明書があるんだ。これ値段書いてないね。12,888円だそうです。まあまあ取るね。ちょっと今高くなってるね、円安だから。そうね。うん、孝太郎君さ、ほんとさ、高くなってるよね、いろいろらしいね。うん、なんかさ、袋のトンチンもさ、うん、物価が高くなってるんで、うん、ご飯は 1杯までって書いてあったもん。あ、やっぱそうなんだ。うん、
あじゃあみんな高くなってんだな。高いよ、うん、どうすんのこれ。ていうかさ、コータル君さ、あの、うん、古着屋さんとかやってんじゃん、うん、古着もすごい高くなってんじゃないの、仕入れっていうか。どうなんだろう、最近ほらもうコロナ以降古着はそんなにやってないからさ。やってないんだ。だって古着は通販で売れないんだもん。いやなんかあのほら軍物とかってちょっと興味あるから時々覗くんだけどさ、うん、もうなんか昔全く同じジャケット買ったなっていうのが3倍ぐらいになってる。いやそりゃそりゃそりゃ当たり前よ。だってそれ当たり前、その分時間経ってんだもん。あそういうこと。そしたら物が減ってるわけじゃん、どんどん。あそれも価値なんだ、うん、だから俺がさ、それこそ古着好きでさ、うん、古着屋ばっか行ってる頃にさ余裕で買えたようなものがさ、うん、今とんでもない値段してるからね。あやっぱそれはもう時間が経ったらそれが値段になっちゃうんだね。そうそう、俺がさ昔持ってたさスウェットのシリーズがあってさ、うん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 、それ当時でまあ1個5,000円とかだったのね、はいはい、うん、で俺好きで10個ぐらい持ってたのよ、うんうん、でまさか自分が古着屋やると思わなかったからさ、うんうん、ある時捨てちゃったんだね全部。はい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 。それ今1個うんま円ですよ。あやっぱそうなんだ、うんま円出してもないね。あ物がない、うん、やっぱなくなっちゃうんだね。うん、そうか、やっぱモズバーカーと一緒か。一緒一緒。なるほどね。でモズバーカーみたいにない、出てこないからね、もうどっかの。だから俺もフランス軍の F2 のジャケットが G ジャンみたいに着るのにいいなと思ってさ、うん、何年か前に買った時は5,000円ぐらいだったの、うん、だからもう一回買おうかなと思ったら12,000〜13,000になってて、うん、でもね、うわ高ってなって。今さでもアメリカのディーラーもさもう昔みたいに甘くないから高いよ。あやっぱそういうもんなんだね。それだってまあもう随分時間経ったけど最初はさ、うんうん、なんでジャパニーズこんなもん買ってくんだみたいな感じだったわけじゃん。ああそういうことね。それがもう向こうの人もなんかそういうコレクターも現れるし、うん、知ってるんだね。もうこれは売れるよっていうの誰でも知り尽くしちゃってるってさ、まあ、今のバイク状態だね本当。ああそう売れるから、うん、商売になったら値上げするってことだね。値上げだよしょうがないな。もう買わない。買わないんだけど、なんか食い物がどんどん高くなってるのが困るね。本当高い。高いよ本当に。玉ねぎ高いって言うじゃん。うん、とかも全部が高い。飲み物も高くなっちゃうし、うん。消費税がさ導入される前よりも収入悪いのにさ、うん、どんどん税金だけ上がってんだよ。そうなのよ。もう俺らネットカジノで遊びたいよな本当に。いや本当だよね。なんかみんな間違って振り込んでくんねえかなと思ってんだけどね。本当だよね。うん。で使っちゃってもさどっかの会社がさ払ってくれんでしょ。いや払ってくんないよ。払ってくんないよ。でもなんか A 社だ B 社だ C 社だみたいなのがさすぐ返還してくれたじゃん、うん、あれ。だからそれは、うん、これ以上詮索しないでくれってことでしょ。もう自分たちが悪いことしますよって世間に言ってるようなもんだもんね。そうだよ。だから私たちは払いますからどうか忘れてくださいってことだ。面白いよね世の中ってね。うん、本当にそういうこと早くやればやるほどさいかがしいことやってますよって自供してるようなもんじゃん。いやいや本当だよ。すごいね世の中ってね。そうね、正しいことが正しくないって感じだもんな。もうそうだな、うん、何が正義かわからんよ。いや本当そうよ、うん、いや本当わかんないね。池袋こさで日中やちコレクターズ7月20日に武道館のライブ、はい、ブルーレイプラス CD、DVD プラス CD がリリースされます。されます。これに合わせまして、7月14日ですね、ちょっとリリースより早めに見れるという、はい、グランシマサンシャイン、ね、うん、池袋でプレミアム上映会&トークショーと、はい、18時半開演です。この日は、小太郎君、うん、ペンライト振っちゃダメなんだよね。ダメでしょ。持ってきて振っちゃダメなんですよ暗いから。邪魔だよ、うん、爆音上映会じゃないからね。あ、そう、そういうことね、うん、はい、じゃ静かに見てください。はい、コレクターズはリビングフォーキックス2022と対峙しまして、はい、7月23日東京テスピット、8月27日大阪ビッグキャット、8月28日名古屋クラブクワトロでライブやります。やります。そして私が今クワトロの公式 YouTube チャンネルにて、うん、ペチャクチャ喋っております。うん、相変わらず大暴走してるでしょ。そうですね。まあこれもね本当はね、あのオペチがね、うん、カタクはやんねやな、カタクはやんねやなって言ってたんですね。それやれって言ってるだもんじゃねえかよ。いやだからカタクやんないから俺がやるよっつって。
俺が仲間集めるからっつって。そういうことなんだ。で、うん、3人とも酔っ払ってんだからさ、申し訳ないね、ほんと。10月15日、私がビルボードライブに、ビルボード東京に登場しますので、はい、応援してください、はい。全国のコミュニティ FM で放送中の池袋交差点24時ラジオ版、毎週木曜日24時から放送中です。はい。広島の FM 三原さんは土曜日午後3時から再放送。はい。俺一回聞いてみたいんだよな、これ。いや、普通で聞けるから。どこで聞けんの？ラジコみたいな聞けんじゃない？あのね、FM 三原のホームページに行くと、うん、あ、聞ける。ネットの、あの、サイマル放送っていうのがあるから、そこで聞けるから。おー。OK。曲があるとやっぱり雰囲気違うよね、きっとね。そうだね。違うと言われてるよ。うんうん、だよね、うん。多分もうジングルも流してると思うし。あ、そう。なるほど。うん、はい。このポッドキャストはスタジオ MOG 音楽誌ドーナツから配信しております。はい。写真館もドーナツのサイトにあります。あります。そしてドーナツ12号、最新号ですが、コレクターズ特集です。はい、ぜひ読んでみてください。お願いします。なおこのポッドキャストは YouTube で全ての配信が聞けます。 PML、ブクロ24@gmail.com こちらにてお待ちしています。はい。現在紹介した方にはバストロイヤステッカーを送ってますので、ステッカー希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。はい。それではまた来週お会いしましょう。 Do the download Do the download